た。おじかりなんか返す気にならんよな。おじかりお嬢ちゃんのおじかり、うん、お疲れ。ちょっとね、急遽ね、先輩に、まあこれ本当はさ、実はまあ視聴者の皆さんにネタバレすると、フェラーリをさ、ちょっとまあ持ってこなかった理由があって、一宮はね、まあ、車取りに行きますよって車さんに言ってたんだけど、エンジンかけなきゃいけないからさ、定期的に。まあ買ってもう1ヶ月か2ヶ月ぐらいじゃん。で、さ、急遽先輩のところにさ、ちょっと挨拶行こうかなさ、近くのマージャン屋のおうちってさ、ちょっと離れとるな。30分ぐらいかここまで。20分ぐらいか。よし、じゃあちょっと行ってみようか。まあ、年始の挨拶があってな。お前も知っとるもんな、みんな。うん。ちょっと、まあ、撮れるかどうか、動画が撮れるかどうかちょっとわからんけど。すごいやろ、すごい。豪華度みたいだろ。うん。やばくね。おもろい。エンジンがすごい近いからね。そうなんだ。車すげえよ。うん。乗り物っていうよりゴーカートって感じだな。てか、本当に車好きな人じゃないとあれだね。理由が。プライベートだったら本当にいいね。あ、でもすごいね。ウィンカーとかもすごいね。後ろずっと走ってどうだった？え、前やんと思っとった。おっせえなーって。進みのスタートしおっせえと思って。そうだろ。なんか最初なんか遊んどんかと思ったもん。まあ、ゆっくり走ってたので。そう。で、自然でガーって踏める。踏んじゃうと進んじゃうからってことでしょ。進んじゃう。ガラガラガラじゃないでしょ。うん。あんまり飛ばしてもらえないしな。そこでスピード感覚がない。出会いが熱いねもん。みんながね。しかも大きく見えるもん、タクシーですら。だろ。うん。低いところでも走ってるもんさ、なんか綺麗な走ってるけど。そう、引きずられてる感覚だ。だろ。さあ、でじゃあ、はしゃいでるか、また今日も。よし。よしよ、さあ、皆さん。本当にぶっ込みだね。マジ、ヤクザみたいなのが出てきて、雀荘だもんね。やつだったら、ここに書いてあるのね、何してるの？それもそれでおもろいで。新年もありがとうございます。新年もありがとうございます。でかなっとる。今たまたま100均で買ってた。でかも買ったんですか。今じゃあんま変わってない。え？そんなやめてない。すごい。すごい。すごい。もう無料です。でもまあお金かけてやってるから。もちろんもちろん。もちろん。すごい。新年ありがとうございます。ありがとうございます。何回言うのしかも。ちょっと相手しよう。みんな今真剣だね。そこはもうやらんでいいの。うん。3人でやったらいいよ。あ、そう。いや、見るってマジで来たわ。嘘。今の噂のたまに YouTube で俺はよく言う。よく見とんだけど、チャンネル登録しない。向かい屋さんですね。なんとかじゃない。インテリアか。インテリアがそんな顔してねえよ。そんな顔してねえよ。大先輩、これでもリーチかかってる。これで、それでロンって。おお、なんでなんで、あ、リーチかけてる。すげえな。え、そんな早いんですか。ガガ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 ガ。リーチかけずに買ったんですか。かけ、ね、持っちゃったらいかんもんね。うん、こう抜いたからいかんもん。どういう戦い。すごいな、お前。しかも色変わってくるじゃん。あれ交代後では2個でやるから早いぞ。そうそうそう。ね、間違いない。絶対に全然やりすぎる。誰もないですけどね。ちょっと手止めるとかないんですか。何千人もしてないんですか。え、練習ですよ。今の役とかは、あ、もう今払った。うん、今払った。こうやって払う。あ、コンピューターで払う。そう。コンピューター上でもう全部払ってくれた。いや、今これ誰が何点ってあるんだ。そう。制服が一番買ってるじゃん。そう。あ、マジっすか。カッパレベルだね。どうで喋らないですか。そんなチップねえだよ。僕らにチップないですか。なんかもう、ミスタードーナツ効果あるとか言う人も残念ですけど、ロードリーに絵面がちょっと悪いんですけど。じゃあ、ただ食べます。いただきます、いただきます。ちょっと開けましょうか。でも買ってくる。あ、すいません。すいません。そこまではあるんじゃない。こう回っていいでしょ。まあ、ごめんなさい。楽しそう。ちょっと一回見たいのにしましょうか。今日から。今日から。
撮影結構行ったんだ昨日の一日。あ、本当この前あったじゃないですか、そういえば。いや、それってだって年末でしょ。じゃあ今日からじゃなくない、絶対。あ、そっかそっか。ガチ本気じゃん。何時なんですか、終わる。みんなの行きじゃないから。みんなの行きじゃないから。さっき俺が。そうか。帰らないもんね。俺、いただきない。こいつの。好きな。いや、あれやな。こんにゃくだよ。もう何それで。これで見とるって何だよ。俺くらいの、これが見とる。何だろうな、分かるのか。もうプロの技ぐらいな感じ。慣れたもんよ。チャンスだよな、マジで。チャンス。わからんもん見とっても読んどるでしょ。だって何をしてとるかも読んどるでしょ。何をしてとるかで大体どういうものを持ってるかなって読んどるでしょ。確かに結構選手は大丈夫、そんなにちょっと大丈夫大丈夫って大丈夫。おー、 2個連続で積もった。ちょっと払わんだ。1個全員飲んだってことですね。あれポンで飲まれたんですね。1、1かな。あれポンシー方はまた流れ違ったんじゃないですか。そういわゆる下手な飲んでますよ、ね、これ。そうすると引き順番変わってるんですね、ポンで。計算で多分4ドルですか。たま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 はい、ほとんどいいもんな。サーザーゲームだったよ。読み上げたらいいの。すごい。すごい読んでない。すごい。でも納得いってないよ。顔。もうわかんない。多分すごいでしょ。いや、またここに。うん。じゃあ皆さん、ちょっと大きい声で言いませんので、今日は先輩たちに新年の挨拶、小林新年、雀荘に来ました。ほんで、皆さんで。雀荘でやることじゃねえ。Yeah.